はい、始まりました。信長の野望創造実況真田昌幸編。前回グダグダしながらどうにか秀吉と同盟を結んで北条家攻めを開始しました。このまま北条家攻めていきたいと思います。よし、それではスタートします。兵糧も大丈夫やな、まだ。よし、それじゃあスタートと。やばいな、グイグイ来てんな。本田忠興、ほぼ方向出しとくか。わいいな、うまさ。赤鬼神速攻部、つぶ打ちだけ持ってこいつはいっか。こいつらも富士吉田城を攻めよう。こいつらは強いうち、いっか。防衛しとくと。とりあえずこんな感じでいいかな。よし、スタートと。ここは頑張って、ヌール、潰し合いさせとくか。この間に、こいつらで攻めると。本田忠勝、立花宗茂で。織田信長が26,000。助太刀いたしますぞ。やばい、多いな。19,700。これ裏切ったやつらやな。行くぞ。やっぱりか。これ弱くする技持っとんな、確か。逃げとくか一回。逃げといて、できる限り貯めて、お、敵の動き封じて倒すみたいな感じやな。ほ、うわ、来たか。狙い撃ち、まず大事。よし、これで来た。危険100出、これが怖い。すごい、お、戦って来た。一発、うわ、なんか来た。これもう一発でどうにか倒してくれ。よし、倒しきったな。やばい、いっぱい来た。なんか スタミナをためへんかったら技が出せへんぞこれ。よし、来たか。どうするかな。忠勝でいくか。よし、こぶ、しかしトンボ切り、トンボ切りで潰すと。うわ、こっち一番か。一発、グイグイ行くんな。逃げるな。やばい、切れてる。こいつらも逃げるか。かなり削られてる。お、よかった。今の間に逃げとこう。
鉄砲を撃ってる間に逃げると、スタミナできるだけ貯めとこう。逃げて、おお、よし、戦場を大胆に使って戦っていこう。こんなところで兵失っている場合じゃないしな。これでもかなり減ったな。お、無敵になってんのかな。お、よし、うわ、来た。これなんか技使って余裕ないな。ダブルで攻撃と、お、ミムシャ来た。よし、ダブルで倒したね。カー出すか。出したくないな。でも敵の数考えるとちょっと辛いな。でも井伊直政が後ろから来てる。あ、吉川元春か。出すしかないか。少しでも時間を稼ぎつつ、我が戦ご覧に入れよう。行くぞ。この地形か。こっちの方ができんな。承知いたしました。かしこまりました。また来たか。こっちに動いて、こっちに動いて。3000やったらいけるやろ。なんかバッティングしてんな。お、お、お、大事に。これで一気に潰すと。よし、ご命令ください。報告いたします。報告いたします。ぐいぐい来たんだ。とにかく富士吉田城を落とさんと。また2万来るか。正幸が到着したか。正幸はこっち行かして、家康の部隊が来てんのか。ただ家康のところにそんな強い武将が入ってへんからな。じゃこいつら勝家惨敗してんな。よし、何もやることないし、スタートと。ここやな。富士吉田の奪還。進め。かしこまりました。嬉しげ、スタミナ減ってるから食べると。うわ、動き封じて一気に潰すこと考えたら、うわ、後ろから来たか。7100、ちょっと逃げとくかな。
かタイミング悪いな。2発は決めんと辛いかな。7000は。よし、これくらいかな。入ってもうたかな。こっちから入ってんな。おお、こんなとこいた。お、自分から前に来たか。よし、これでぐいぐい削ると、もう一発でいけるか。いけたな。お、9000、1万切ってもうたな。自慢の部隊が。1600、1400、真ん中から突っ込んで、新速があんのか。新速使いつつやな。よし、そろそろか。よし、この辺で新速まで使って。そんなとこいんのか。おお、入れ。来た、しくじった。動き封じんのミスった。違う方封じてもうたな。まあ、とりあえず潰すと。よし、もう一発。うわ、かなり削られたな。下手こいたな。本田忠勝いるけど大丈夫かな、いけるかな。よし、この城戦いにくい。お任せください。お、忠勝来た。行くかこのタイミングで。うわー、そっちから来たか。さ、速攻来たな。トンボキー取得しかないか。まあ弱いからすぐ蒸発するか。7000やし、2発くらいは。あ、そっち来る、そっちが来るの。あ、本田忠勝で行くか。仕方がない。臨戦して、トンボ切り。ぐいぐい削ると、もう一発。よし、チキショー、また来たか。なんぼでも来んな。樹神姫やから2発分くらいは持っとかな。かわしきれへんな。ちょっと逃げて。わあ、捕まってもうた。
けるかな、これで。いや、いけへんな、これ。もうちょっと逃げるか。うわぁ、鉄砲撃ってきた。よし。お、そうそう、いけるかな。よし、トンボ切りでグリグリ削ると。逃げるか。お、下がれ下がれ。削りきれへんな、逃げようみたいな。鉄砲でも撃ってくれたらいいんだけど。来た。この席にこっちから攻めよう。よし、動けへん間にゴリゴリ削ると。何か落としきってくれ。これでいけるか。いけへんか。削りきれへんか。もう一発。よし、いけ。ああ、普通に倒す、倒したやな。おお、来た。そんな急に。削られんな、やっぱり。塞ぐか、1万。集まってきたやつ一回返して。待てよ、こいつらこっち攻めるか。承知いたした。おかし。お任せください。こいつらも一回返すか。よし、通過して、この間に富士吉田を落とすと。うわー、微妙やな。6000、1万7000か。1万7000はどうにか立花の5000で抑えきらなかな。その後富士吉田を落としたところに立花が入って、また再出撃するみたいな感じかな。そしてこっちは本田忠勝で落としていく感じかな。木川元春、ラムシンと書いていくな。よし、今回これにて終了。次回も北条攻めスタートさせていきたいと思います。このままどうにかぐいぐい攻めたいところです。よし、以上、終わります。